今日は大根の柚子胡椒甘酢漬けをご紹介。材料は概要欄にて。今回大根下3分の1を使います。大根を水洗いして皮を剥く。ピーラーじゃなくて包丁でも OK。 皮を剥いたら縦半分に切ります。厚さ3ミリくらいに切っていきます。なるべく薄くひたすら切ります。いいじゃないですか。切った大根をポリ袋の中に入れます。ポリ袋は調理用のものをお使いくださいませ。お次は漬け汁作り。酢 100cc、 砂糖大さじ2。砂糖は黒糖以外なら合うと思います。柚子胡椒小さじ1から、多めでも OK。 砂糖と柚子胡椒を溶かすように混ぜ合わせます。今日は河津食品粒柚子胡椒を使用。柚子の皮の食感がある柚子胡椒です。大根が入ったポリ袋の中に漬け汁を入れます。大根全体に漬け汁をなじませます。揉み込むというよりも優しくなじませる感じで。全体になじんだら空気を抜きながらポリ袋を結びます。すぐに食べることもできますが、冷蔵庫の中に入れて30分程度放置します。今日は寝癖がひどいぞ。30分後冷蔵庫から取り出します。重ねてきれいに盛り付けていきます。もちろんきれいに盛り付けなくても大丈夫です。大根の柚子胡椒甘酢漬けの完成です。早速試食をしたいと思います。いただきます。ピリ辛で香りが良くてめちゃうま。ご飯にもお酒にも合いますね。柚子の香りが飛びやすいので3日以内にお召し上がりください。チャンネル登録と高評価お願いします。